東予祭りでの断じり東予祭り、お旅所での断じりと、御神予東予祭りとは、愛媛県西条市で行われる秋祭りのうち、平成の大合併以前の地域の旧東予市、合併誕生前の旧三部川町で行われる神社の、祭礼の名称である。旧西条市で有名な西条祭りと同様に、主に断じりが奉納されている。平成になって、屋台数が増加するとともに、 近年は、毎年毎年より一層盛んになってきている。10月体育の日の前々日の夜に、JR 三部川駅前で行われる統一、書き比べでは、ろうそくを灯したちょが生える夜の祭りで、異なる神社に奉納する屋台が集まり新しい、名物となりつつある。またショッピングセンター、富士東予店駐車場に日中集まり行う統一、書き比べも郵送である。 江戸時代において、旧東予市に位置する、須府郡内の石田村、玉野江村、修敷村の3村は、西条半領であった。天保13年に編纂された、西条市の修敷村の項には、村内に鎮座する修式神社の祭礼について、祭礼9月11日、5大3あり、大辞理数5という記述があり、この地域に、大尻が奉納されていたことがわかる。 さらに、高花五年には、小松藩領南川村に鎮座する高賀茂神社の、神主の日記中、小松藩への伺いの中に、一、玉野江村段尻当年最上お上の御神につけ、差し出し講義愛なり、ふさるに不お断り猿上を暮れこう様申しでこう。四段お断り猿上公とあり、玉野江村にも断じりがあったことが記述されている。近代では、明治末頃に、 須フヒサが、西条の大町新町から御しを購入し、奉納、水戸屋でも、大正時代から、大見神社の秋祭りで、じりが奉納されていた。またこの頃の断じりについてはあまり研究が、進んでいないが、戦前には20代近くあったとも言われている。なお、須フヒサエの御しは、江戸時代後期明治時代中期に制作された。 布団じめ、水引幕、四方の三角布団や市林彫刻がその姿のまま保存されており、平成10年に復元の後、現在は、西条市指定有形民族文化財となり、西条市子供の国に常設展示されている。一方、水戸屋で奉納された団尻は、昭和29年の秋祭りの写真が残されているが、昭和30年頃から見られなくなり、 断じりは減損しない。戦後になると、屋台の奉納は一時衰退したが、昭和53年に、三深は元町屋台が復活し、平成に入ると奉納される、屋台の数も増加。現在は、毎年10月体育の日の前々日に統一行動が行われるなど盛況を呈している。毎年10月体育の日の前々日と前日に行われ、東予祭りの中で、 最大規模となっている。新門は、左蜜どもへ。新門は、じりでよく目立つ、降覧幕に、刺繍や染め抜かれたり、発ーや提灯等にも描かれる。法断じり神前会、水戸屋祭り会、北条南屋じり会、法神殿断じり会、北条西じり会、恵比寿祭り会、牧会毎年10月体育の日の前々日と前日に、行われる。 審問は、左三つどもえ納屋台、本町屋台保存会、本、友会、栄町、明かり川明流会、北大朝日大古代毎年10月体育の日の、前々日と前日に行われる。審問は、左三つどもえ炎団り本町屋台保存会毎年10月体育の日の、前々日と前日に行われる。審問は、 左三つどもえ法の能じり明かり川明流開毎年10月15日16日に行われる。新門鶴かしは法能じり今在家屋大保存会、毎年10月15日16日に行われる。新門は丸二律鼓法の能団尻、広江屋大会毎年10月15日16日に行われる。新門は、左三つどもえ法の能団尻、広江屋大会日日。 吉田会、石田会毎年10月15日16日に行われる。神門は、左三つどもえ奉納団り石田会平成25年、奉納上記以外の神社にも子供団りが奉納されているところがいくつかある。ありがとうございます。